はい、おはようございます。おはようございます。ゴルフリックスです。えっと今日は、ドライバーとアイアンの打ち方の違いっていうのを説明します。アマチュアの多くがね、ドライバーはいいけど、アイアン今日ダメだわ。逆もしかりじゃん。あれがなんでかっていうのを説明する動画です。ちなみに、結論として、ドライバーとアイアンって振り方一緒違う違います。違います。はい。絶対に違う。絶対に違います。オッケー。じゃあ、それ説明してもらいます。はい。 どう違う違のか教えてほしいですそもそもドライバーはティーアップしてる浮いてる球をアッパーに打っていく、うんうん、アイアンは地面に置いてるものを潰しながら打っていく潰しながらね、うん、アイアンのその潰しながらっていうのがちょっとよくわかんないんだよねやっぱねそこがでかく違うところ。違いますなるほど、はい でさ、ある程度がうまい人、なんか、まあ、百切って、ちょっとなんか、うまいぶる人いるじゃん。あの人たちがさ、なんか、打ち方一緒だよみたいな感じで、言うじゃん、結構。はい、はい、違います、違います。あ、全然違うね。全然違う。まず、分かってない。分かってない、よ分かってないと思ってください。やっぱ、そうなんだ。うん、一緒じゃないです。さて、長さもさ、違うわけだしさ、絶対違うに決まってるよね、本来ね。あれ、適当に言ってんな。え、そうだよ、適当に言ってんよ。やっぱ、そういうことねえから。ゴルフウェアは。ゴルフリックスストアで検索。 <laughs> okay、じゃあその短いクラブと長いクラブの違いっていうのをちょっと教えてください、はい、というわけでちょっと短いクラブに関して教えてほしいです、はいはい、短いクラブに関しては体の動きとクラブの動き一緒にしなりとかなく、うん、一緒に動いていくのがアイアンですはいはい9番とか大体いいみんなうまいじゃんうまい9番だけね<も>安定してる人いっぱいいる知恵もそう <laughs> 7番になると難しい,いああはいはいはい、うん、なるなるそう7番とかだとまたちょっと変わってくるからイメージが、うん、だから8番とか9番とかちょっと短めのアイアンに関しては体と一緒に振っていけるから楽だし打ちやすいなるほどね、うん、じゃあそれパターがさ誰もさダフ、まあ、ちょっといるけどダフるとかも時々ミスで、うん、パターで全く当たんないというか空振りないのと理論的には一緒かそう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 ,そうなるほどね、うん、はいはいはいじゃあ長いクラブは 長いクラブに関してはしなりを使って前もお話ししたけど、うん、手もゆったりさせてこのクラブのしなりを使って当ててくドライバーに関しては腰からいって上半身がついてくるはい、はい、でクラブが降りてくる、はい、一緒に体ごといっちゃうとヘッド遅れてくるしうん、うん、いろんなミスが出やすい確かに。長いからそれはシナリがある分さ、うん ちょっと時差があるもんね。そう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 。なるほどね。だからもうアイアンとは全く違うよね。うん確かにね。うんうん、それ言われたらまあそりゃそうだろうとしかなんないね。うんうん、じゃあそのドライバーもアイアンも同じように打っちゃったりとかうまくいかない人はどうすればいい、うん、結局？だいたい九番ア,イアンぐらいまでは連動で打ってっていいんだけど、うん、それ以降八番以降はちょっと長くなるから少しシナリを使ったりタイミング合わせたりっていうのも。 それはまあここで打ちやすい打ち方を見つけてもらうのが一番なんだけど、うん、ちょっとまたイメージがそこも変わってきますなるほどね、はい、じゃあちょっと一回実戦でアプローチから9番まではこういうふうに打ちます、うん、それ以降はこういうふうに打ちますっていうのをちょっと見せてください OK、うんうん、です持ってるクラブはウェオッ o k うーん綺麗な弾道うまい今のは下半身が先に行くとかうん 上半身が遅れてくるとかもう関係なく、うん、ほとんど同じタイミングで正面向くイメージそうなるほどね、はい、9番9番もほぼ一緒一緒うん全然問題なしうーん綺麗なまっすぐ、うん、ちなみにさうんその9番をドライバーみたいに振ったらどういう結果が待ってんの打ってみるやってみようもう完全に打ち方変えよう今ごめんね今一瞬どこ変えた えっと、アイアンだと、ちょっと上から見てあげて、うん、潰しに行くイメージ。はい、で、ドライバーになったら、ちょっと右から。<laughs> はい、ダフリました。おお、すごいじゃん。おお、すごい。まず、絶対的にダフる。ダフる。なんで。ケ計算を体つけてる。うん、ドライバーだったら、アッパーでいい感じに滑ってくれるけど。はい、アイアンの場合は、絶対に。 ここにダフル合わせようって思っても、うん、長さ的に体の振られるのがドライバーよりも大きくなるから多分肩が下がってダフるんだと思うなるほどねじゃあきちんと7番ぐらい行こうか、うんまあ、ミドルアイアンだけど、はい、ちょっとしなりというかこのの切り返しのタイミングをちょっっと待てあんまりクラブをどう使おうっていうよりかはこの。 トップからのこの切り返しを体と一緒についてこさせちゃうと絶対にヘッドがちょっと遅れちゃうので、若干開くからその分をトップで待ってあげる体を待ってあげるイメージかなこういうイメージじゃあトップでさっさと下ろさないで、うん、ちょっと間が空いて振り下ろすって感じなるほどねだからイメージ的には私よくレッスンで言うのは、うん、ここでゆっくりしようとしても絶対にならないからはい テイククバックの時にってことそう、ここのテイクバックの速度が一番大事になってくるから、うん、ここをいつもよりもゆっくり上げてあげるだけでここの切り返しが変わるああなるほどねそうそうそうはいはいはいじゃあお願いします、はい、うんうんい,いいねうん完璧に綺麗うまっミート率高 <laughs> やっぱりさアイアンはさ絶対に上から潰すイメージ潰すイメージ先にボールにコンタクトして後からターフ取るだよねそうじゃあドライバーでお願いしますはいまず大きく違う点はそもそもティーアップされたよねはいティーアップされてますつまり最下点を通ってから当たるのがドライバーだよねそう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 もう最下点この辺ぐらいね気持ちはなるほど確かにうんでしょ こう下がってきてちょっと上がって変わっってててきちょと上たらじゃんはいだからみんなインパクトのイメージでさ「このインパクト!」ってやってるけどさここじゃもう遅いわけじゃん、うん、確かになんで私はこの辺でもうインパクトが完成して迎えるイメージほうちなみにさドライバーって打ち込むように打ったらどうなんのだいたい上に当たって天ぷらあーなるほどそっかそう球<う>浮いてんだもんねうん簡単な話だな了解ですお願いします いいね綺麗だね女子で222ですからミート率高っ <laughs> <よく S 1> なるほど、はい、やっぱりじゃあ結論として圧倒的に違うね圧倒的に違うはいはいなんか一番簡単な頭の切り替え方ある、うん、アドレスじゃないおお<う>アドレスで全部変わると思うよどういうふうにだいたいレッスンしてて80%アドレスで変わると思ってますほうアイアンの場合はまず肩幅 うん、体をまっすぐ手の位置をまあ一緒かそんなにハンドファースト気にしなくていい、うん、しなくていい大体いいアイアンって体と一緒に動くから、うん、このハンドファーストにした時にインパクトこうなるじゃん、うん、なるなるなるよだいたいシャン区につながるおーなるほどうん振ったりとかうんも基本肩幅上から見る、はい、重心左が7か6はい 右が三か4ぐらいで立つ以上はいはいドライバーの場合は肩幅よりちょっと広め体を右から重心半々ぐらいでいいかなうん、なるほどアイアンはちょっと左足体重で本当にまっすぐドライバーは半々にして右に傾くはいなるほどこれ分かりやすいねこれだけ覚えておけばいいもんねしかもアイアンは打ち込み打ち込みドライバーは払うってイメージ 打ち払う打ち払う払い運ぶうんなるほどねまあとにかく打ち込むイメージではないね、はい、了解です、はい、じゃあ、はい、今それぞれの打ち方とイメージの方法を教えてもらったけど、うん、これが一番いいよっていう練習方法を教えてください大体いいうちらは練習する時ゾーン分けして分けてるんだけど大体いい5658と52のウェッジがまず一つまず一つ、はい、P98 のミドルアイアンショートアイアン はい、次ロンング寄りのアアイはユーティリティウッドドライバー、うん、6個に分けててそれぞれ例えばッジやった後にロングアイアンとか、うん、もうしょっぱなからドライバーで練習とかを絶対にしないで,でそれはダメね絶対ダメ短いのから長いの飛ぶのはとにかく禁止ね禁止はいはいなんで<お>まず一つ体を壊すし準備運動なんか絶対しないじゃんみんなんかある程度こうやって肩回してよし打つぞじゃん、うん の状態で思いっきり振り回しましたの後に振り回してる体の動きで絶対短い繊細なクラブって練習できないの変に動いちゃったりとかなので最初は小さいのからちょっとずつ慣らしてって、うん、まず当て感を練習、うん、で少しずつタイミングを練習なるほどはいじゃあその四つに分けたもののひたすら例えばじゃあ一個目のグループとしては五十八を、うん、じゃあ五十やりました <laughs> はいそしたら次は ショートアイアンのピッチングなり9番なりを5球やるとかそういうふうに階段的に練習した方がいいなるほどねそれ分かりやすいかもとにかく飛ばさないでちょっとずつ長くして練習する方が体の動きも覚えるし変な癖もつかないねなるほどで練習の方法が分かったのでちょっと実際にお願いしますというわけでアイアンとドライバーだとちょっと切り返しのタイミングが違うでしょそれをここ て教えほしいいです分かった9番はい、アイアンの切り返しはトップ行ったら肩、腰、おお一緒ねそこは一緒お同時でいいんだここは同時に下ろしてきてここ以降をしっかり振るおおなるほど、うん、イメージとしてはインパクト以降をビュンって振るイメージそう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 アイアンの場合は、うん、一緒に降りてきた後に押し込む と <Good. S 1> その押し込む方向ってさ<あ>地面方向それとも真横あ<ー>その感覚がちょっとね知りたいんだよね。要はさ映像を見るとターフを撮ってるからさ要は地球をぶった,たたくぞっていうイメージで振ってんのかなとも思うし、うん、それとも,もう真横に芝を擦るだけのイメージで打ってんのかなってもわ分かんないんだよねぶぶぶっっっくくかかななな <laughs> んだい <laughs> いてるるもしれないおーなるほどね。うん 結構、しっかりインパクトでその後にこのこういう感じで下を掘るイメージあぶっ潰してくイメージボールをめちゃくちゃ潰すっていうかじゃあそのさボールの先がもしさ下りの坂道みたいにさ穴が開いてたらさそこにスーンって振ってってるイメージあそう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 おそうだよそう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  めちゃくちゃゃくスーンって引っ張った後にみんな多分こっちに引っ張るんだけど、うん、そうじゃなくて打った後ヘッドかもしくはこの人差し指親指右手のほ<う>を目標方向に出していくイメージへえそういうふうにってる,そうするとグッて押せるから方向性もよくなるしなるほどそう飛距離とか上がったり弾道も変わってくる初速も速くなってくるなるほどねだからあんだけ、うん、さコナくんもことこちゃんも前のターフがめっちゃ取れるのかそう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  だからターフが少ない人だいたい打ち込めてないから、うん、基本こっちに引っ張ってると思うあそうなんだ、うん、めっちゃイメージしやすいのは、はい、もうこのボールの左を完全に狙っていくボールがここにあっても1個左を狙っていくへえなるほどね、うん、昔練習でやったのは、うん、棒とかこうやって持っててもらって、うん、前にいる人がね、うん こここにクラブを置いてもらうこの状態で打つ瞬間にこうやってどけるへえ<ー>その棒に向かって打てって言われることそうそうそうこの左を狙えって言われてそこを狙うっていう練習をずっとしてた。それささ聞くとさ、うん ダフルってさあありりええなないいことになるねそうありえないでしょ、うん、理論的には完全にありえないのよ左側を狙って右に落ちちゃうってさ異常なほどダフってる話になるよ、ね、そうそうそう,そうもう完全に頭がこうなってるとか肩こうなるぐらいじゃないとありえないうーんそれ分かりやすい、うん、じゃあドライバーはドライバーの場合はトップからの切り返し腰が切れる肩と腕が下りてくる、はい、の後にヘッドが登場。 じゃ一回素振りでさ、うん、切り返してるタイミングでここって言ってあじゃあちょっとゆっくり振るねお願いしますこここれへえそのさ今インパクトぐらいのところ止まってもらっていい ?OK えっとそうそこでさ頭の位置と手首の位置がこっちから見るとほぼ直線上にあるのね切り返すタイミングってその辺なの手に関しては。 切り返すタイミングっていうよりかはもう手はこのみんなさコック意識すんんじゃん、うん、もう完全に忘れていいもうそんなの関係なくていい関係なくていいまずね私そのまんま下に下ろしてくるイメージいいと思ってるへえ<ー>ここのコックをそのまんまで一番ダメなのはここまでコックが維持されてることおー確かにねアイアンみたいになっちゃってるねそうでどんなにこれ頑張ってもアッパーにならないからうんなので ここまで来たら右足の前までにほどき切るえー、そのイメージでいいこのイメージでいい全然この動きでいいこの時に外からこう来るとかはダメ、うん、この肘を体に引き寄せてそのまんま落とすであとはボディターンで回っていくそうそう引き寄せて落とした後そのまんま向ける あー全くさっきの形になったわなるほどね本当に違うねアイアンとは、うん、全然違うでしょ全く違う超ゆっくり振ろうかおーなるほどねうん全く違うわかりやすい <laughs>、うん、しかもこの動きゆっくりやってもさなんだろうこう思いっきり振ってるこのななんて言えばいいの ヘッドの走ってる感じはゆっくりでも伝わらない伝わる伝わる走ってるなってあるよなるほどねまあドライバーもこっちをしっかり振るそこは一緒だねインパクト以降しっかり振るっていう意識は一緒やっぱ一緒なんだわかりましたというわけで今回はドライバーとアイアンの打ち方は全く違うよっていう動画でした皆さん高評価チャンネル登録お願いしますそして コメント欄にこれも教えてほしいがあったら解説しますのでお待ちしています、はい、新作のモックネックシャツも出てます可愛い,いですユニセックスです、はい、ぜひありがとうございましたありがとうございました